ドイツに現存するシャップの腕木通信と1846年現在のフランスの腕木通信網パリの腕木通信機はルーブル宮殿に設置されていた北欧で用いられたシャッター式通信機ドイツ式の通信機ドイツ式の操作の様子腕木通信とは18世紀末から19世紀半ばにかけて主にフランスで使用されていた資格による通信機 およびその通信機を用いた通信網である。望遠鏡を用い、腕木の表す文字コードや制御コードを読み取って、バケツリレー式に情報を伝達した。フランス式の腕木通信に触発され、欧米各国では、それぞれの形式の通信機が用いられた。現在では、これら各種通信機を用いたシステム全体をオプティカルタレグロフィと呼ぶ。使用されていた当時は、 テレグラフと呼ばれており、意味はギリシャ語のテレグラーフェンという言葉に由来している。テレグラフとは、クロード・シャップの腕に通信を指す固有名詞だったが、後に一般名詞化して、電信を表すようになった。現代で使用されているセマフォアという単語は、テレグラフの類似品として作られた、視覚通信機の固有名詞だったものが広まり、これのコピーがイギリスで広まり、 セマフォアという英単語が定着した。そこからさらに鉄道の信号機の名称となり、これが四角通信機の名称となったことから来ている。セマフォアという名前は長い歴史の中で名称が20、30に流転した結果であり、実際に稼働していた当時の名称はテレグラフである。日本語の表記ではセマフォアをセマフォアと音射するが、かつて大日本帝国海軍が セマホアと表記しており、広大においてもセマホアと表記されることがある。1793年にフランスでクロード・シャップによって発明された。シャップは気候開発にあたり、腕木気候の複雑な動作を可能とするために、天才的な時計師、アブラーム・ルイ・ブレゲの協力を得ている。原理は大型の手端信号とも言える方式で、 腕木と呼ばれる数メートルの三本の棒を組み合わせた構造物をロープ操作で動かし、この腕木を別の基地局から望遠鏡を用いて確認することで情報を伝達した。夜間には腕木の端部や関節部に明かりを灯して信号を送ることも試みられたという。原始的な方式ながらも伝達速度は意外に速く1分間に80キロメートル以上の速度で 信号伝達された。また、腕木の組み合わせによってそれ以前から存在した手端信号よりも精密かつ多彩なパターンの信号を送信できるため、短い文章を送れるだけの通信能力があり、基地局整備によって数百キロメートル先まで情報伝達することができた。シャップの考案した1799年以降の改良型では、 腕着だけで92パターンの動作を示すことができ、理論上は2つの符号を送ることで92の事情の8464パターンを形容できた。しかも、ブレゲの着想により、腕着を操作する、信号で手元の操作レバーと、投矢状の腕着は、掃除型で、手ことロープの動きで自在な操作ができた。シャップの提案に対し、当初は、その有効性に疑念が抱かれたが、 1793年7月にパリ近郊3地点 25km の間で実施された公開試験では28号11分で伝送して可能性の高さを示した。フランス革命期に政治家としても活躍した軍人、科学者のラザール・カルノーの後押しで通信網整備が開始され、ほどなく軍事上の価値を認められて急速な整備が開始された。 フランス革命期からナポレオン時代にかけ、フランス国内で総延長を 600km が整備された。ナポレオンも腕機通信の活用に熱心で、国内を中心とする感染通信網の整備に取り組んだ。この結果、1819年の記録によれば、フランス国内を縦断する 551km のルートを通じ、8分間で情報伝達することを可能にしたという。 フランスでは政府の公用通信業務のほか余裕があれば民間からの通信需要にも応えており通信料金は極めて高価であったが特に迅速性の求められる相場情報伝送などにしばしば活用された利便性が注目され最盛期には世界中で総延長 14000km にも達したフランスではナポレオン以降の復興制期間にも 感染ルートの通信網の延長が進み、1846年から47年の最終的なピーク時には、フランス国内だけで、腕着通信網延長は 4081km に到達した。また、シャップ式でない腕着信号装置や、その類型である、シャッター式の信号装置も、諸国で考案されて、実用に供された。近代的な電気通信網が発明されるまでは、 情報伝送量、通信速度と通信可能距離の3点において、最も優れた通信手段と言えた。しかし、要因を常駐させねばならないこと、悪天候時は使用できないことなどの欠点があり、より迅速性と確実性に富んだモールス信号を利用した有線電信の登場により、1840年代以降は、先進国から急速に衰退した。 1880年代にスウェーデンの離島で運用されていたのが最後の使用例とされている。フランス通信社の創業者であるシャルル・ルイ・アバスは腕木通信のメッセージを解読してどこよりも早い新聞の速報記事を出すことでフランス通信社を発展させた。どのような手段で解読していたのかは謎のままであるが何らかの手段で解読表を入手したと言われている。 王政復興期が時代背景となるアレクサンドル・デューマの電気小説、モンテ・クリスト博の中では、作謀をもくろむ主人公が腕木通信の通信塔を訪れ、通信紙を買収して、鉄造情報を送信させるシーンがある。欧米では一定の発達を見せた腕木通信システムであったが、日本で導入されることはなかった。日本では、江戸時代中期から、 映像場などの情報を伝えるために、大型手端信号の一種である、旗振り通信が存在しており、1745年時点で、少なくとも実用に供されていたことが確認されている。一説には、大阪和歌山間を最速3分、大阪広島間を27分で伝達できたと、される。だが、ヨーロッパの通信技術導入が始まった幕末から、明治新期には、 すでに、欧州の腕木通信システムは、全時代の技術となっており、日本は、腕木通信を飛び越して、電信を導入することになった。また、初期の電信、電話通信のコスト高を嫌った民間の、相場通信需要も、伝統的な旗振り通信で十分に充足されており、固定設備設置、維持の手間がかかる腕木通信は用いられなかった。結局、 日本の資格通信手段は、長距離電報、電話の通信料金が下がって需要がそちらに移行した1914年から1918年頃まで、旗振り通信のみに止まった。ありがとうございます。